ちは。こんにちは。はい、はい、豊さん。はい。どうも、今日は3連戦ではないようですが。まあ、3連戦の振り返りは、うん、まあ、明日取ろうと思ってね。そうそう。今日は対応としたら、ソフトバンクの優勝対応をしようと思って、ちょっと待ってたんだけども、うん。日本ハム頑張りましたよ。まあ、頑張ったね。うん、それで、もうどうしてもやりたいなと思ったのが、うん、まあ、阪神巨人戦。もう。まあ、甲子園での一戦をね。大決戦、まあ、うん、これはどうしてもズームアップというような形でちょっとやりたいんで、うん、まあ急遽動画にします。首位攻防戦ということでね、はい、ね、はい、もう何とも言えない試合になりましたよ。まあおそらく今季大一番の中の一つだね、うん、もうここまでこのために戦ってきたという両チームだし、うん、このために競り合ってきたというまあセリーグね、うん、まあだからこの試合はちょっとね振り返ってみたいというふうに思います。はい、看板ちいちゃんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、ということで、スコアはね、ま、1-0 という結果で阪神が勝ちました、まあ、そうだね、はい、まあ、で先発ピッチャーが、うん、まあ、阪神が才木、うん、巨人が菅野というね、うん、まあ両エースと言ってもいいと思うんだけども、うん、まあ先発をしてきたという、はい、ね、でまあ初回からちょっと、うん、振り返っていきたいと思うんだけども、はい、初回、うん、丸が先頭バッターね、はい、で丸はやっぱ先頭でその試合の1打席目に結構ヒットを打って塁に出ていくんだよね、うん、でそれを許すと、まあ、得点になるケースが非常に多いと、うん、いうようなことでちょっと1打席目注目したんだけども、ものの見事に2球目のスライダーを一塁線破って、うん、ツーベースにしたという、はい、で2番浅野、うん、浅野にね阿部監督はねしっかりした送りバントっていうのはそんなにさせてないんだよね、うんうん、まあセーフティーバントやらせたりだとか、はい、まあそういうことはあっても、うん、初回からいきなり送りバントっていうのはね、うん、やっぱこの この一戦の大事さっていうのが非常に分かると思うんだけども、うん、もうロースコアっていうことと先制点を取りたいということ、まあもちろんそうだね、うん、それと菅野が先発してるということもあるし、うん、まあそれで浅野のバント、うん、もう才木の正面に行ったね、うん、バットの芯食らって、はい、で、まあ、丸が強殺プレーで挟まれる形になったんだけども、うん、まあ阪神の強殺プレー、弾丸プレーっていうのが非常にうまかったのと、やっぱこのタイミングで刺されたら浅野は行くだろうなっていうようなタイミング、絶妙なタイミングで、丸を丸でタッチしてアウトにし、うん、まあ、浅野がセカンドで、タッチアウトになるという、うん、もうこれねいきなりダブルプレーから始まるなんていうのは丸のツーベースからね、考えたらもうちょっと考えられなかったんだよね。確率としてはこれがダブルプレーになる方が低いですね。まあそれは絶対そうだね、うんうん、でまあことなき大きい、ことなきたのは、うん、阪神ですね。まあそうだね、うん、まあこう、まあ、結局3人で終わらすんだよね、うん、でまあ菅野の立ち上がりも、はい、非常によくて、うん、まあ、3人ですっと終わると初回はね、うん、で2回、はい、でこの回先頭の岡本が、うん、まあ、外へ投げた球がちょっとシュート回転して内に入ってきて、うん、まあ、レフトに痛烈なヒットを打つ、はい、で長野が、まあ、スライダーを、まあ、この日長野を5番に入れてきてるんだよね。それがまあベテランがね期待に応えるというね、はい、やっぱりね菅野が、はい、先発すると、うん、大城が使えなくなるので、はいはい、キャッチャーとしてね、はいはい、でファーストもこの前の守備があったんで、うんうん、長野を使ってきたね。なるほど。ちょっと打線的には大城が入った方が、うん、まあ、ちょっと厚みがあるかなと思うんだけども、うん、まあ、大城を使わなかった、うん、その代わりに長野を入れてきたというね、うん、そのものの見事にライト前を打って、うん、ノーアウト1・2塁、はい、でね一つの今日の試合のポイントはここなんだよね、うん、で坂本、はい、ここで送りバントをするのか、もうこういう大事な一戦だからさ、俺はそういうふうに考えてたんだけど、ノーアウト1・2塁、うん、阿部監督はね今年坂本にはバントはやらせないっていうふうに明言してるんだよ、うん、まあ本当なのか
どうなのかっていう疑うそんな感じがしたんだけど、そういう気持ちになったんだけども、うん、まあやっぱり勝負に生かしてセンターフライ、うん、門脇レフトフライ、うん、で小林セカンドゴロ、うん、まあこの回をものにできてないんで、うん、ノーアウト一二塁よ、うん、まあ初回に続きっていう感じですね。まあそうだね、うん、まあ坂本の後がね少し打線が弱い、うん、だから坂本と勝負させた、うん、まあこの気持ちもわかるんだよね。まあでも先取点を取ることはできなかったというね、うん、それで3回、はい、この1点を取る場面ね、梅野がファーストゴロ、うん、ワンアウト、はい、木浪が、センターヒットね、センターヒット、これ追い込まれてからなんだけども、うん、それまで外でカウントを整えたんだけど、うん、1点勝負球を内に持ってくるんだよね、はい、それを木浪が非常にうまく打ったわ、センター前に、うん、でバントで送る、もう当然次佐伯、はい、ね、うん、1,2 球目空振り空振り、はい、どうしてもバントできないかみたいな、うん、いうようなことを思ってたんだけども、うん、3球目、うん、ね、なんかやったような感じだけども引いてるんだよね、うん、佐伯が、うん、でボールは俺はストライクでもよくないっていうようなボールだったんだよ、はい、でもまあ審判がね、まあ2ストライク、その後のボールだからボールにしたのかなというような感じがする、うん、でも疑いは最近やってないかみたいな感じだったんだ、空振りってことですね。そうそうそう、で続いて4球目、うん、これも高めに抜けたボールなんだけど最近こうちょっと出してんだよね、うん、出して引いてるんだよ。でも最近はもう自分はあ三振しちゃったと思って帰りかけてるんだけど、うん、審判にリクエストしたらノースイングだったんだよね、うん、してないと、うん、まあ菅野と小林、うん、ええー、みたいな表情を浮かべたけど我々が見てても、うん、あれがセーフなのみたいな、まあ、そんな感じだったんだよ。それはどうしてでしょうか。まあでも横から見てると分かんなかったって言えばそれまでだからね、うん、やってないっていうふうに見えたって思えば、うん、言えば、いやそれで何て言うんだろう、まあ佐伯のバントの仕方を見てたら、うん、あまあいいやと、うん、エンド2、まあ次また同じようなボール投げとけば空振りするわというような感じだったと思うんだよ、うん、全然バットに当たる気配ないんだから、うん、いやそれでまあ妥協したんだと思うんだよね、うん、これはね俺はねアピールしてもいいと思うんだよ、うん、あれリクエストができないのかな、ホームランストライクボールに関してっていうことになるんですよね、多分。まあまあそうだね、だからまあそうできないんだよな、だからまあ阿部監督も出ていかなかったんだと思うんだけども、うん、でも最後のボール、うん、見事なバント決められるんだよ、ね、いやそれで、うん、ああこれは流れは嫌だなと思ってたら、うん、近本が冷静に、うん、レフト前を打つ、うん、まあ、チャンスを広げるような形になったんだよね、ツーアウトでも。近本選手のヒットの時も、うん、こうバッテリーの心理的には、うん、ちょっと穏やかではなかったりしますか。いや、やっぱちょっとバントを決められたっていうのが嫌だったよね、そのね、いろいろあった中で決められたことですよね。まあ、そうそうそう、まあ、あの思惑とすれば絶対三振を取るというふうな思惑で言ってたのが取れなかったという、うん、で近本につながれたというね、はい、で中野、うん、もう完璧に計算通りだったんだよ、うん、この打席、うん、まあ、例えばいや菅野の方が計算通り、うん、まあ、スライダースライダー行ってファールファール打たしてるんだよね、うん、それでカウントと整えてるんだよ、うん、でインサイド見せて外見せてみたいなことをやってて、あとは落とすだけだったんだよ、うん、多分、うん、でバッターもこの配球されると落とされると嫌だというような配球だったんだよね。それを菅野が何でか知らんけど首振るんだよね、うん、いやそうじゃないそうじゃない、投げたいボールは違う、2回振って決まったボールがスライダーだったんだよ、うん、カットボール系、うん、甘く入ったな。その選んだ球種は合ってる？いや俺は合ってないと思うこれは空振り取れないもん今日は。それはどうして菅野投手は投げたかったんですか。いやわかんない、やっぱ自分の勘だよね、やっぱ、うん、でもね小林はフォークを出してたと思うんだよ、うん、
でもそれを嫌がった。それでスライダーが真ん中に入って、うん、まあライトによく打ったけどもね、うん、まあタイムリーになったんだよね。まさかこの1点が決勝点になるっていうふうにね、まあトータル的に見ればね、その時に誰が思ったんでしょうかっていうような流れですか。だけど先取点を取れた、うん、まあこれはジャイアンツの焦りになるだろうなっていうふうには思ったんだけどね、うん、で4回、はい、またジャイアンツがチャンス、うん、吉川ヒットね、岡本倒れて長野がまたつないだ、うん、それで1・3塁になるんだよ、うん、ワンアウト1・3塁、うん、また坂本、うん、坂本の一番好きなまた一番うまく打つところってインサイドなんだよね、うん、そこの初球をインサイドに持っていくんだよ、うん、それで坂本が打ち取られる、うん、セカンドフライ、うん、これはねやっぱりバッターにとってみたら 2回にも打ち取られ、うん、4回には自分の好きなところ、うん、得意な球で来られて打ち取られた、これがショックだっただろうな、うん、なんでだろうっていう感じになりますよね。いや、 やっぱそうだよ、うん、だん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 調子が落ちていくというかね、うん、気持ちも落ちていくという、うん、で門脇が救えないんだよな、うん、また難しいかもわからないけどサードゴロでこの回も点がない、うん、取れなかった、ね、で、うん、5回、はい、何でもない回なんだけど、うん、8番から小林から始まったのね、はいはい、小林三振、菅野三振、うん、丸ライトフライ、うん、これ簡単に終わっちゃったのよ、うん、あこれはね阪神流れが来るなというふうに思ってたの、うん、で木浪から始まる、うん、同じ8番から始まるんだけども、うん、木浪がライト前打つんだよ、うん、あやっぱり出たかと、うん、で才木、うん、もう当然送りバント、うん、これがねポテってキャッチャーの前に転がって、うん、転がってというかバウンドして、うん、これゲッツーになっちゃうんだよ、うん、あこれはいかんと、うん、やっぱ木浪の時は流れが来たと思ったんだけどもこの才木のバントでバント失敗でこれは流れは相手に行くわっていうふうに思ったんだよね、うん、今日は才木投手はバントがなかなかうまくいかない日ですかね。まあね菅野クラスになるとバントもねなかなか簡単にはやらしてくれないよ、うんで6回、はい、ね、うん、浅野が、うん、左中間にツーベース、うん、小力あるよ、うん、で吉川、はい、ここでどうするかなと思ったら阿部監督は打たしに行くんだよね、うん、俺も正解だと思うんだよ、うん、やっぱ吉川調子いいし、うん、でこう吉川、岡本、長野って続いていくから、うん、この3人で返してくれればいいっていうふうに思ってたんだろうね、うんはい、でそしたら吉川がフォアボールを取る、うんノーアウト1・2塁になる、うん、で岡本、はい、やっぱね岡本はね雰囲気あるわ、うん、で1打席目にもヒット打ってるしちょっと攻めどころがなかったね、うん、それでフォアボールになっちゃうんだけど、はい、あこれは仕方ないとで長野はこの日2本のヒット打ってるノーアウト満塁ですよねノーアウト満塁、うん、でどうやって攻めるかなと思ったら、うん、インサイドのまっすぐから入っていくんだよね、うんでバッターの絶対絶命みたいな感じですよね。そうよ、もう絶対絶命だよ、ね、でね長野が打ったヒットしてる球っていうのは、うん、1打席目は外のスライダー、うん、で2打席目は外のまっすぐ、はい、そしたらもうねインサイドしかないんだよ、うん、であえて長野が待ってるインサイドに勝負を逆にこっちから仕掛けに行ったね、うん、そしてその強気がねピッチャーフライになったと思うわ、うんうん、で坂本、はい、続いて、うん、どこを待ってるかわからない、うん、今度はね、うん、でも外のまっすぐから入ったんだよそしたらピクリとも動かない、うん、あこれはやっぱインサイド待ってると、うん、でね外でかわしに行ってもいいんだけど、うん、やっぱ遅いボールよりも速いボールを選択した、うん、でインサイドもそしたら待ってでセカンドフライ、うん、やっぱねその強気の攻めがねすごく効果的に効いていくんだよこの3打席目で坂本選手はもういよいよダメージがいやそうだな強いですよねこうなってくるとねそうそうまたインサイドのボールをセカンドフライということでねそうなんだよだからまあ結構ショックだったと思うんだけども、うん、門脇に変えて、うん、ピンチヒッター大城、うんね、ここで使ってきた、はいまあ、初球を打ってセンターフライ、うんうん、全部まっすぐで攻め切ったんだよね、うんこのね6回のノーアウト満塁を打者が考えてるまっすぐで押し切ったっていうところにここに勝因が俺はあったと思うんだよね今日はね、うん、
だから見事だったよ、うん、でここで打たれたらもうこれはもう仕方ないっていう風に、うん、やっぱ諦められる、悔いが残る、あの悔いを残さない、うん、そういう攻め方だったよね。もうこのノーアウト満塁をしのげたっていうのは本当に大きいですね。大きかったな、うん、で8回、はい、ね、もうピッチャー変えるかなと思ったら、うん、菅野がやっぱ上がるんだよね、はいはい、でこれはどういう効果があるかというとさ、うん、負けてるビハインドの時に、うん、これ大勢でも良かったと思うんだけども、うんうん、あえて菅野を持っていったんだよ、うんうん、でね、やっぱ菅野の背中をずっと見ながら野手は戦ってるよね、うん、最後まで上がってきたよって、これはね味方の野手陣を鼓舞するためにやっぱ菅野を引っ張ったと思うわ、うん、この采配ってすごく俺は嫌いじゃないよね、うん、で菅野もここを3人でピシャッと抑えて、うん、ね、やっぱ守りのリズムから攻撃のリズムに移すというそういうことができたよね、うん、で、9回にマウンドに上がったのは岩崎、伊豆口、うん、センターフライ、はい、で初球、うん、で次大城、はい、また初球をライトフライ、うん、でモンテス最後のバッターね、うん、ショートゴロということで、まあ才木、ゲラ、岩崎で完封リレーを達成したという、はい、ね、まあ、そういう試合になったけども、うん、これね俺ずっと見てたけど巨人は負けた気がしなかっただろうね、うん、まあ再三のチャンスがあったのは巨人ですもんね。そう、うん、で阪神は勝った気がしないゲームね、もうそんなにチャンスはなかったというか、うん、こう大きなチャンスってなかったですよね。まあそうだね、うん、でなぜ勝てたかっていうと、うん、俺はやっぱ甲子園だと思うよ、うん、場所やっぱね甲子園の雰囲気がこの一対ゼロを作り出し勝たせていったという、うん、まあ、確かに才木の頑張りもある、うん、ゲラの頑張りもある、うん、岩崎の頑張りもある、うん、ね、まあ疑惑に近いバントのジャッジもある。この僅差の試合でちょっとそれはいろいろと思う人が多いでしょう。いやそれはそうだよね、うん、俺はもうはっきり言うとあれはストライクでもいいしね、あれはバントはやってる。果たしてあれが三振という風になってたらもう全然流れが違う。そうでしょうね、うん、これはなぜ言い切れるかというと、うん、やっぱね才木が諦めたもん自分でね、自分で、うんうん、だあれはね、あれはやっぱ素直な表現だと思うよ、うんうんうん、だから大きなジャッジになったとは思うけども、うんうん、ね、それはもう当事者あの審判の位置しかジャッジは難しいからわからないから、うん、俺らもやった風に見えてるけどもそれは違うかもわからないしね、うん、これはこうわからない、わからないけども、うんね、テレビ見てる人たちは違和感を感じたと思う、まあ、すごく。で多分現地の雰囲気でもそういうふうに感じた人は多かったかもしれないと、ね、はい、まあ、ただね判定はそういう判定だし 1-0 っていう結果で阪神が勝ったということでね、この結果はもう、もう変えられないからね、はい、はい、それで、まあ、勝ちが才木、うん、で菅野最多勝走ってるけども、うん、1勝差に迫ったというね、試合でした。まあ、1-0お互い7安打ずつ、うん、で何が違ったかというと、うん、最近は上位打線に打たしても、うん、下位打線、うん、坂本から9番バッターまで、うん、これ菅野の1本しか打たれてないんだよね、うんうん、だから上位でチャンスを作られても、うん、下位で抑えられるという自信があったと思うんだよね、うん、最近はね、うんうん、だからこの試合はものにできたというね、うん、そういう試合でした。ねえ、ね、まあ本当ピッチャー菅野投手と才木投手の、はい、まあ、今のね今シーズンの成績もとてももう均衡していますし、うんね、防御率に関してももうほぼ一緒というかね、そうだ ね、 そうだね、なのでね、うん、その中であった試合結果が 1-0 と、そう、安打数は7本ずつ、うん、エラーはなし、エラーなし、もう本当にもう均衡しすぎた試合というか、ね、まあ、そうだな。ただ内容を開けてみると紐解いていくといろんなことが、まあ、いろんなことがある。本当にねこの 1-0 の中でもいろんなことがありました。そうですね、そうなってくると、はい、この試合を踏まえての明日の試合っていうのがまた、まあそうだね、いろいろ
ありそうですね。まあこれで1ゲームになったし、うん、明日は高橋遥人とグリフィン、うんうん、ね、やっぱりね考えられるのは投手戦になると思うんだよね、うん、それで今日、うん、やっぱ坂本の気持ちがどうなのかっていうね、うん、まあでも100戦連磨だから、うん、明日も平気な顔して出てくるとは思うけども、うん、うまく切り替えてね、まあそうだね、ピッチャーも違いますしね、まあそうだね、うん、でだから、グリフィン対高橋遥人、うん、またこれね緊張度の高い投手戦になると思います。また明日はデーゲームなんでね、そうなんね、またそこら辺もねまた違うとは思いますけれども、はい、まあセリーグはね DeNA と広島がまた1日だけ順位入れ替わってまた3位 DeNA、4位広島というようなね、まあそうだね、ことになったりして目まぐるしいですけど、はい、はい、まあ明日阪神が勝つようなことがあったら本当いよいよ分かんないからね、いよいよ分かんないこれはね、うん、はい、そしてまあパ・リーグの方もねソフトバンクはマジック1のまんまで、うん、明日勝てばっていうことでしょ、まあ明日勝てばソフトバンクが優勝ね、ね、ね、できれば自分たちが勝利した瞬間優勝っていうのが一番いいな形なので、ね、まあ、それがいいでしょうかね、はい、まあ阪神巨人戦、うん、ね、明日も14時から甲子園で行われます、はい、ね、また素晴らしい試合を見せてください、はい、セリーグは明日全部デーゲームなんでね、はい、で、パリーグは、ロッテ戦だけ、ロッテ楽天戦だけ5時、あとは6時からのナイターで、はい、6試合月曜日ですがあります、はい、はい。